はい、ってことでどうも、あの日の少年です。ゴミ屋敷続きからプレイしていきたいと思います。まあ、前回の動画でね、エンドまで行って、廃人っていうエンドを見たんだよね。で、これ全部でエンドが6つぐらいあるのかな？なので、今回はそれの回収編ということでやっていきたいと思います。やっぱり変ですよね、この物語。私が昔聞いた話とはちょっと違ってて、その、亀はどうしたらよかったと思いますか？まあそう、ウサギとカメの話を見て、この前はね、ちょっとウサギを殺すっていう残虐な選択肢を選んだんだよね。なので、自分を磨くかこのままでいい。このね、青とね、赤と白で多分エンディング変わってくんだよね。だから統一して今回やっていきたいから、ちょっと今回は青を中心にやっていこう。カメもウサギみたいな得意なことあるかも。何か好きなことやってみたらいいと思う。なるほど。もう一度覗いてみてください。あなたの想像した未来かはわかりませんが。で、未来が変わると。お家に帰ってカメは一人で悶々と考えていました。僕はカメだ、ウサギにはなれない。僕はカメで、だからカメにしかなれない。つまり自分にしかなれない。これで前回思いついたことは、毒入りの人参でウサギを殺すってことだったんだよね、カメが。そうだ、カメはいいことを思いつきました。自分の好きなことをやろう。数ヶ月後、再び街で大会が開かれました。今度は水泳大会です。よーいどん。ウサギは水に足をつけてすぐに、嫌だ、怖い、水怖い、うわーとリタイアしてしまいましたが、カメは華麗な泳ぎであっという間にゴールまでたどり着きました。そんなカメを見て周りの人たちは、カメ食って泳ぐのが得意なんだね。カメさんかっこいい。今度私にも泳ぎをしてや。カメはたくさんの人に囲まれて照れていました。めでたしめでたし。ハッピーエンドだ。いい終わり方ですね。変わったよ、エンディング。ウサギにも苦手なものがあったんですね。でもやっぱり私が昔聞いた話とは違いました。そう。常識的なカメとウサギとはちょっと違う。そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。はい。で、次は？次はこいつだったかな、確か。で、この子の、いいな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 、私にはないもの、あなたは当たり前のを持ってるの、いいな、いいな、羨ましいの、いいな、いいな、いいな、羨ましいの、いいな、いいな、私この姿でいるの苦しい、辛い、気持ち悪い、助けてよ。お願い、私のこと壊して。で、さっきも青だったから、できない。で、前回はね、そのままでいいよって言って、なんか拒絶されたんだよね、この子に。ごめんね、それはできない。今回は、私はあなたを壊すことはできないよという選択肢を選びました。これから何かいいことが起きるかもしれないし、こんなところでそんな期待しても仕方ないのに。あなたもしかして頭ぶっ飛んじゃったの？この子口悪いのかな？そもそもが。でもそういう狂気、私好きよ。あ、よかった。好きになってくれた。前回あなた大嫌いって言われたからね。よかった。変な子ね。あなたがいつ壊れるのか楽しみよ。あ、そういう好きか。希望すら持てない私の密かな楽しみにさせてね。別にあなたの不幸を望んでいるわけじゃないのよ。いや、遠回しに不幸を望んでるだろう。で、この子にも話しかけられる。あははは、驚いて私にも意識があるのよ。でも私はもうこれ以上何者にもなれないの。ね、かわいそう、かわいそうでしょ？あ、また私に話しかけてくれるの？あなた優しいのね。ねえ、かわいそうな私にその体ちょうだい。いいよ、あげるよ。あなたバカね。そんな簡単に自分を切り離しちゃいけないわよ。さあ、気が変わらないうちに帰りなさいな。お。ほんと。体売っても、そっか。この子は取らないんだ。作りかけの部屋みたい。ねえ、あんまり動かないで。なんでこんな動いてんの、こいつ。まあ、でももうやることないよね、多分。ここで話しかけて、ここを覗く。前回はね、この真ん中の茶色を育てたんだよね。ここに3つの鉢植えがあれば、それぞれの鉢植えで植物を育てると不思議なことが起こる。魔法の鉢植えみたいよ。銀色の鉢植えはお金が手に入る。銀色の鉢植えが愛が手に入る。茶色の鉢植えは確か宝石が手に入るよね。いや、これ鉢植えにさ、入れたらうんこ出てきたんだよ。ちょうどあんたの持ってるその種植えちゃいましょうよ。銀色、愛です。前回愛入れようとして間違った宝石を手に入れようとしちゃったから、さあ種を。どうなる？ワクワク。キモーイ。わ、キモーイ。愛してあげるー。
永遠にずっとずっと愛してあげる。キモい。ちょっとあんた信じられないわ。ドン引き。あんたそれどうするつもり？とりあえず育てよう。育てる。正気なの？何があっても私は知らないわよ。まあ、いわあんたの自己責任ってことでね。もう覗けないかな。覗けないわ。まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょ。エンディングなんか変わったりすっかな。おい、嫌な予感すんぞ。わあ、びっくりした。大丈夫か。わあ、真っ暗。同じエンディングいかねえよな。同じ、あ、違う。ちょっと違う。真ん中に女の子みたいにいる。燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの？みんな一応いるわ。あ、僕ちゃんとしなきゃって思うんです。まずは一歩を踏み出すことから、先はまだまだ長いですけど、この場所に来れて、ううん、落ちちゃって、いろいろ自分を見つめ直せました。先で待ってます。え？一人ずつ消えていくんだけど。よ、少しの間だったが話せてよかったぜ。やっと体を元に戻せそうだ。感謝する。いつか向こうの世界でも会った話をしてみたいものだな。何？どうなってんのこれ。私、帰り道思い出したよ。君がすごくすごく前向きだったから、私も頑張ってみようかなって思う。大丈夫だよ。先に向こうで待ってるね。みんな向こう行っちゃったんだけど。俺も行かなくならないのかな。でも、確かにエンディングは変わってる気がする。これがね、なかった。燃えてる絵だったの、前回。大丈夫。私は諦めないから。ゴミなんかじゃ。ないもん。ああ。これいいエンディングいったんじゃね？きっと私たちは、輝いていく人々と、輝いていく世界に、ひどく、それは本当にひどく、拗ねてしまっていた。できる人間じゃないからと言い訳をして、本当に人間の姿を保てなくなってしまったんだ。ひよこが鶏になる過程は歪かもしれないけど、ゴミじゃないから。おー、なるほどね。人間はゴミじゃないってことを伝えたいんだよね。だから、いや、これはいいエンディングいったでしょ。前回廃人だったからな。悲惨な終わり方したと思ったけど。なるほどね。これがみんな銃とかさ、一つ目とかの、あ、バドミントンだもんね。これ銃だよ。銃の過去はね、バドミントンで。あー、そっか、みんなが前向きに生きていこうっていう意味でのエンディングだね。いや、これはいいエンディングでしょ、かなり。めちゃくちゃいい終わり方じゃない？かなりいいでしょう。わあ、みんな輝いた未来に行ってる。でもみんなは本当はこういう姿なんだ。エンドに最短。最短が一番いいけどな。でも、この子を殺しちゃえばいいんでしょ、だから。わかった。うわあ、悲惨すぎる。悪魔かよ。なんか緑のなんか出てきたな。あ、今ね、金色の種を植えたんですよ。で、お金が出てくるんだけど、キモいやつの口の中から出てきました。ちょっとあんた、それはちょっとないわ。危険そうね。あんた、それどうする？もうこれも処分。赤の選択肢をちょっと中心に選んでいこう。始末する。まあ、それがいいわね。気持ち悪いし、危なそうだわ。まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし、帰りましょう。これでもうエンディングいけるっぽいよね、でも。赤の選択肢を選んだから、わわ、びっくりした。何になるかだよね。わあ、真っ暗。燃えてるのには変わりないんだよね。燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの？特にみんなはどこにもいないですね。あ、こいつはいる。この場所は生まれ変わろうとしているんだね。僕たちはこの死と再生の先にどう存在を証明できるのだろうか。僕はもう先に進むよ。くだらない遊びに付き合わせてしまったね。え？くだらないって。どうすればいいんですか、じゃあ。
でもこれはこれでいいのかな。絵をいじればいい。この絵、あ、絵を切り裂くっていう選択肢がある。邪魔。えい。めっちゃ暴力的だな、この女。私たちは何かを抱えてここに来た。役立たずな存在、どうでもいい人、邪魔なやつ、何もできない子、ダメな子。ゴミ。いつか自分でもそう思うようになってしまったけど、私たちを拒むこの世界の方がどう考えたって、ゴミ。さっきのエンディングとは打って変わりすぎるな、それは。マジか。これはエンド何？怖すぎるだろ。いや、怖すぎる、怖すぎる。エンド4。不燃。なるほどね。の方が重要だよね。私がここまで覚えてること聞きたい？誰にも内緒だよ。あ、この子の過去見てないかも。私の家はね、パパが知らない女の人と出て行っちゃってから、とっても貧乏だったんだ。でもね、ママが三つ目にはアイドルになる才能があるって、それでママと二人で幸せになろうって言ったの。私踊ったり歌うの大好きだから、すっごく嬉しかったんだよね。でもね、オーディションとかにはなかなか受からなくて、ママが今はネットがあれば何でもできるって。だから私はネットアイドルになるって決めたの。ほう。ママが動画とか配信の準備をしてくれてね、いろいろな人に見てもらえるようになったんだよ。すごいでしょ？ママはいつか偉い人に見てもらえれば、三つ目は芸能人としてテレビとかに出れるってすっごく頑張ってくれたの。だから私ももっともっと頑張ろうと思って、いっぱいお歌の練習したり、ダンスのこと勉強したり、綺麗になるためにお菓子我慢したり、とっても偉いでしょ？そう思わない？ファンですって言ってくれる人も増えてね、すっごく幸せだったんだ。だけど、ママがね、私の写真とか動画を撮ってこっそり売ってたの。それもね、私が寝てる時とかお風呂上がりの、ちょっと嫌だなって思ったの。マジか。お母さんがそんなことしちゃうんだ。だからママにやめてって言ったの。そしたらね、ママは、あんたは歌もダンスも下手なんだから、こういうので稼がなきゃアイドルの意味ないでしょって。最低な親だと思うな。今まで私を応援してくれてた人の中に、もしかして、歌とかダンスなんて見てない人もいたのかな。そりゃ応援って言わねえよ。そっか、そこで見つめになっちゃったのか。ママもみんなもずっと下手だって思ってたのかな。そう思うとね、ママもファンの人たちも、カメラもネットも人の目も全部、全部怖くなっちゃった。私いっぱい泣いてて、気づいたらここに来ちゃった。そんな過去があったのか。さて、引き続き調べるよ。調べられるか。あ、そうだ。僕がここに来る前の話少し思い出したんですけど、よかったら聞いてくれませんか？そっか。しつこく聞けばみんな過去のこと話してくれんだね。ありがとうございます。僕は特にこれといった得意なこととか趣味もない普通の中学生だったんですけど、ある日から突然学校のみんなから無視されるようになっちゃって、別に暴力とかカツアゲとかはないから、ただ嫌われてたのかな。いじめっていうには何もなさすぎて、ただ僕が会話に混ざれなかっただけかもだし、その学校に行かなくなっちゃいました。不登校ってやつです。学校に行かないで部屋でずっとパソコンでネットやってました。恥ずかしながらネットのアイドルにハマっちゃって。あれ？ネットのアイドル？僕と違ってたくさん努力してる子だったんです。すっかり大ファンになっちゃいました。あれ？最初の方は歌とかパッとしなかったんですけど、彼女が動画や配信をするたびに良くなってて、すごく頑張ってるんだなと思ったんです。俺さっき聞いたな、それ。僕も彼女みたいに何かに熱を注げるようになりたい。繋がってんのか、そしたら。けど結局僕が夢中になってるのは彼女で、ただ彼女を見て応援するだけ。彼女はどんどん前へ進んでいるのに、僕は本当ダメですよね。でも行動したくてもどうすればいいのかわからなくて、いろいろ悩んでたらここにいました。早くここから出なきゃ。でも多分僕たち、そっか、そういう過去、みんな過去を抱えてるんだね。オッケー、なんとかしましょう。はい、ということでね、ちょっとネタバレを見まして、これ全部、このゲームはエンディングが5個あって、エンディング2と3と4は見たんだよね。ハッピーエンドとバッドエンドと何もないエンド見たので、あと2個をちょっと見てきます。じゃ、始めるを選択して、ホラー表現ありって出て、
注意書きが出るんだよね。この注意書きが出た後に、ゲームを続行しますかっていう部分を、これ、いいえを押すんですって。そうすると、別の、正直にお答えいただきありがとうございます。そしてご安心ください。このゲームは誰も拒みません。簡単なミニゲームを1個用意しております。どうぞお楽しみくださいませ。ん？素敵な一日を過ごしましょう。全く違うゲームになったんだけど。大天使毛布12月号。天使みたいに可愛いモデルさんがいっぱい乗ってる流行りのファッション誌。清楚でどこか儚い雰囲気が大人気なんだよね。私の憧れ。どうしたどうした、山積みのラブレターがしまってあります。モテすぎて困る。処分するの忘れてた。そんなものはない。モテすぎて困る。恥ずかしいの出てきた。小学生の頃友達と交換してた普通のお手紙だったんだけど、いつの間にか本物のラブレターが紛れてたんだよね。差出人がわからなくてずっとしまったままだね。なんやねんそれ。無能のための教科書。こんなの簡単。昔塾の先生がくれた方なんだよね。必死に勉強したから今じゃ余裕だよ。ふかふかのベッドです。今日は何時に寝ますか。今日はオールナイトだ。勉強の後はゲームしてるだろうし、勉強はいつ終わるかわからないし、10時間でも100時間でも遊んじゃおうっと。若者特有。机です。物は大切にするべし。小学生の頃から使ってるからちょっと傷ついてるけど、それだけ使ってるってことだよね。えらい。うん、今日もハッピー。きっと明日もハッピー。ポジティブ人間。バカポジティブ人間だ。エンド1充実。いったー。あらら、部屋の隅に隙間があるようです。何も見てない。私は何も見てない。とりあえず中を調べてないとこ調べちゃう。やることリスト。そういえば明日の書いてなかったね。どうしよう。書いておこう。早めに書いておこう。僕は基本予定は立てないんですけど。明日の予定は友人と遊んじゃおう。明日は友達と会えるからハッピー。教授に明日の分もやること終わらせちゃおうっと。で、調べましたね、全部。あらら。今度こそ手を伸ばそうか。部屋の隅に隙間があるよ。手を伸ばしちゃおう。どうなんの？ドキドキ。え？何これ？隠し部屋ってこと？何これ？急に雰囲気が。うわ、びっくりした。なんかおる。キモい。ちょっと待って。なんか、スタンドみたいになってんだけど、ジョジョの。え？すごっ。なんだこれ。こうなるんだ。エンドゼロ。歓迎。あ、ここで、あのゴミ屋敷に迷い込んじゃったってことなんだ。そういうことだよね。まだ終わってない。そうだよね、でも。今の、あれだよね、ワンシーンそうだよね。あのゴミ屋敷に入る前の鏡だったもんね。そういうことなんだ。はい、ってことで、以上ゴミ屋敷でした。いやー、なかなか怖いね。皆さん、掃除はこまめにしましょう。バイバイ。